ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-01D ドコモネクストシリーズエクスペリアプレイ SO-01D はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモネクストシリーズの一つクローズ状態形状は横スライドだがゲームキーが搭載されている またステレオスピーカーを搭載している。通信方式はドコモの方式に基づいた WCDMA に対応となるが、海外仕様モデルでは CDMA2000 にも対応しているものもある。その他 Wi-Fi にも対応しており、IEE802.11bit GN も対応しており、同時接続5台までのテザリングにも対応する。一見、ゲーム機が目立つ端末ではあるが、 これまでのエクスペリアシリーズ同様、ツイッターやミクシー、フェイスブックといった SNS やメール、初着信履歴などを一元管理するタイムスケープやウォークマンの技術を使ったミュージックプレイヤーといった機能も搭載されている。なお、2011年以降の日本向けエクスペリアシリーズでは珍しく、FM ラジオの受信機能がない。Facebook、インサイドに対応しミュージックプレイヤーや ギャラリーなどの機能が Facebook と連携する。専用の電池パック SO04 は SO-01B と同じく海外の BST-41 にドコモ型番を貼り付けたものを採用している。AC アダプタは付属される AC アダプタケーブル SO03 を標準使用する形になっているが2011年冬モデル発売以降に販売開始された。 AC アダプタ t e さんは2011年12月時点では利用可能オプションとして総合カタログに掲載されておらずこの時点では公式に利用可能とはなっていない。本機種は海外版において Android 4.0へのバージョンアップが検討されていたが OS をバージョンアップした場合にゲームが快適に動かない場合があるためバージョンアップを断念した。その結果 2011年のエクスペリアシリーズで全く OS バージョンアップがされない唯一の機種となった。またドコモ版もバージョンアップが検討されていたが、こちらもメモリ不足の可能性があるためとして、2011年に発売したエクスペリアシリーズと富士通製の F-12 シートもどもバージョンアップを断念している。その結果、ドコモの2010年投資モデルと2011年夏秋、 モデルで Android 4.0へバージョンアップされたのは Galaxy S2SC-02C のみとなった。レーベルゲートがウォークマンなどにも提供している国内最大の音楽配信サイトであるモーラの楽曲をスマートフォンで購入、ダウンロードできるモーラタッチが引き続き搭載されている。本端末では SP モードのコンテンツ決済に対応しているため、 楽曲の購入代金は携帯電話の通話料などと合わせて生産することもできる。他のエクスペリアシリーズと同様トラキットと連携しており流れている曲を検索して YouTube で関連情報の検索結果へアクセスできモーラタッチで楽曲のダウンロードも可能となる。ミュージックプレイヤー再生中にインフィニットボタンを押すと再生中のアーティストのウィキペディア情報や Google での 歌詞情報、YouTube でのアーティストビデオ情報などを自動的に検索する。着信音設定ボタンにタッチするだけで再生中の楽曲を手軽に着信音に設定できる。ミュージックプレイヤーはソニーのウォークマンの技術が継承されており、10種類の中から最適な音質を選べるイコライザ設定などが搭載されている。取り込んだ音楽を着信音にすることが可能なほか、 ディ e n a やズラウドにも対応している。パソコン上で音楽、動画、写真を編集管理するアプリケーションであるメディア GO とエクスペリアのメディアスケープを USB ケーブル等を使って同期することができる。メディア GO では CD などからの音楽の取り込みだけで、ブラウザではフラッシュプレイヤー10.3、JavaScript と HTML5 がアドオンされており、 パソコンとほぼ同等の動きのあるサイトの閲覧が可能となっている。また、動画サイトもブラウザで表示させたり、フラッシュゲームも楽しむことができる。メールにおいては、Gmail や Pop、imap のメールがサポートされているほか、imode メールと同じ atdocom.ne.jp のプッシュ型のキャリアメールが利用できるように、sp モードアプリがプリインストールされている。gmail においては、 複数アカウントでプッシュメールが利用できる。また音声入力メールが対応している。それに加え SP モードではマイ・ドコモの ID 発行や携帯データお預かりサービスとの連携が可能な電話帳のバックアップを利用することができる。緊急地震速報やその他緊急速報を受信するエリアメールに対応している。PlayStation Certified に対応した機器に付けられる。 マークソニーコンピュータエンターテインメントのライセンスプログラムプレイステーションサーティファイドに世界で初めて対応したスマートフォンである。初代プレイステーション向けゲームであるクラッシュバンディクルとみんなのゴルフにがプリインストールされている。他にもエクスペリアプレイ向けのアンドロイド向けゲームが搭載されているが海外版に比べ少なくなっている。前述の通り、 プレイステーションストアからプレイステーションの名作アプリをダウンロードすることが可能となっているほか、エクスペリアプレイ向けに最適設計されたゲームを管理、購入できるウィジェットエクスペリアプレイゲームランチャーも搭載されており、様々なゲームメーカーが提供するゲームの中から本機種に対応したソニーエリクソンおすすめのゲームを紹介する。通常の Android 向けアプリケーションも利用可能であり、 アンドロイドマーケットおよびドコモマーケットのほか、ソニーエリクソンが用意するプラナオやアップナビから30万を超えるアプリケーションのダウンロードが可能。また、アンドロイド2.2以降の特徴である SD カードへのインストールも可能となっている。日本円に対応したアプリケーションでは、携帯電話料金課金に対応している。以下の言語の入力および表示が可能となっている。ありがとうございます。